おはようございます。ティネット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、というか今日ですねじゃあ先日じゃないよ氷をまあ作りました。簡単ですよね。あの水道水の氷をあの水に入れて、で水入れてしばらく冷凍庫で冷やしておけば、はい、完成です。はい。ただここに一つ問題が発生しまして、氷を水いっぱい入れすぎると残念なことになるんですよその場合って裏からお湯とか流すと、まあすぐに出てくるんですけど、その時に私、ダーンってなりました。まあ、わかりやすく言うと、氷が下水道に思いっきり折っていきました。次回からね、なんか、ザルでも使うか。今回使っていくチームは、腐った死体、嘆きの亡霊、死霊の騎士。どこかで見たことがありませんか、このチーム。死霊の騎士になっちゃってんのは申し訳ないんですけど、嘆きの亡霊チームです。嘆きの亡霊？そう、このチームはですね、嘆きの亡霊が仲間を呼び寄せた時に、腐った死体と骸骨が出てくるんですよね。はい。そのチームを忠実再現しました。いや、一匹違うけど一匹どう見ても違うけどね。死霊騎士になっちゃってるけどね。骸骨いないから、このシリーズ。そう、骸骨いないんですよね。さあ、腐った死体が来ました。引っかき攻撃いきます。よいしょー、なんということでしょうか。まさかの怪心が出てしまいました。カモメ返しは誰に行く？白騎士じゃない？いたーさあ、開始早々ね、力と力のぶつかり合いだ力と力のぶつかり合いやめろ。いたーなんじゃなんじゃ、何者なんじゃなんださっきから会心と痛恨の応酬は、このフルパワーの戦いはバギマン、いいねー、だいぶ効くねー。踏み潰す、力と力の正面衝突だ本当だね、びっくりするほどね。あー、腐った下で打撃に硬いよ。めっちゃ硬いからね。カタカタの肩だから。シャドウ、よいしょ。力と力の正面衝突、嫌いじゃないぜこっちは不死軍団、一応不死軍団ですね。惜しいな、ドクロの町じゃないってことなんだよね。嘆きの亡霊、荒野ダンジョンなんですよ。なんでですかね、ドクロの町だと思うんですけど、僕は嘆きの亡霊のことさあ、毒爆弾、はい、お、これいったか、毒で、あー、いかないか、毒強えな、こうしてみると。お、マッスルゾーン、おー、マッスルゾーンだ、お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 、はい、サイドチェストー、さあ、体を見せつけています。体を見せつけていますね。あ、ジゴフラッシュはね、みんな溶けていくそう。まあ、でもデスゴーゴンのジゴフラッシュは何も怖くないな。賢さが低いからね、デスゴーゴンの。まあ、共通の弱点もあるけどね。あ、危ない、危ない、通行かと思った。さあ、呪いランブ行ってこい、はい、突進だー、はい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 、オッケー、いいねー、コンコッコン頭返してくんないいやー、でもね、共通のじゃ、やっぱね、みんなゾンビなんですよ。まあ、言っちゃえばこれって。共通の弱点があって、まあ、炎でとんでもないことになります。激しい炎とか、もし来たら、どうも、火炎抜きとか激しい炎とか来たら、みんな燃えます。あ、デインは誰に飛ぶだろう？デイン？誰だ？あー、まあ大丈夫か。まあそこそこのダメージを抑えてるなら大丈夫。さあ、呪いランブでね、切り裂くために呪いをかけていこうぜ。いくぜ！はい！はいはい！はい、オッケー！いいね！さあ、アグレッシブに動いて、引っかき攻撃。ゆっくりと、ゆっくりと、引っかき攻撃、よいしょー、どこでも狙うのね、君。
さあ、バギマね。嘆きの亡霊はもうほぼバギマ連打だね。よいしょ。まあ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 、体勢的に仕方ない、そこは。冷たい気が飛んでくる。冷たい気はね、全員ゾンビ系なんで、むしろね、涼しいです。あー、涼しい。嘆きの亡霊嘆きの亡霊だけだいぶ食らってたような気がするんだけど、気のせいか。嘆きの亡霊嘆きの亡霊本当に言ってるそれ。嘘今回、嘆きの亡霊って、本来は打撃が弱点も弱点、大弱点みたいなところがあるんですけど、大弱点ではないな。まあ。打撃が弱点なんですけど、一応、マスタードブスがしちゃいます。嘆きの亡霊にはプラチナキングですね、やっぱり。なんで、避けることも可能であるし、打撃にはめちゃくちゃ強いです。おーいいや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 。いや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 、ちょっと待って、マインドブレーキで回心は聞いてないな。購入弾丸か。いやいや、お前が受けるんかい。腐った死体が受けてどうするなんで腐った死体が受けんの。じゃあ、ゆっくりと、引っかきで、うー、行くぜとどめや腐った死体は便利だよ。おぉ続くぜ、この動画。これはゾーマ様の気配もしますね。これはいい、いい戦いになるんじゃないか？これはもはや。さあ、来たか、バルモス。お前はとりあえずちょくちょいのちょいとやってやろうや。さあ、開幕一発ギガブレイク！さあ、問題はバルモスを突破できるかどうかですけど、波動から入ってくるんだったら OK だ。イオナズンかまされると、いや、一応、腐った死体が爆発するから、なのか。とりあえず、呪文で攻めていくしかないね。このチキチキ野郎、呪文じゃないと、ダメージが通らないんで。さあ、勇気を貯めつつね、呪文で攻撃していきましょう。購入呪文で、ヒャドン、よいしょ！まあ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 、十分なダメージが出ている。さあ、引っかき攻撃、打撃強いからな、バーモス。行くぜ、引っかき、よいしょ！まずまずのダメージだな。あ、やばい！バギクロスか。でも、嘆きの亡霊がいます、こっちには。鉄壁の呪文体制をこの嘆きの亡霊の前に、ひれ伏せ！おら !66! はははは。な、66って。どうなってんねん、お前の呪文体制は。本当に。嘆きの亡霊はね、ぶっちゃけ言うと、ほぼ全ての攻撃呪文に強いです。光を除く、ほぼすべての攻撃呪文を、ほぼほぼね、無効化してるレベルです。そう。たとえ弱点である炎呪文であろうと大丈夫です。破滅の歌 USA! OK! もう、打撃の俺の、ねえ、呪文出してすごいからな。わさあ、ここで、とどめのシャドウと行こうや。シャドウを止めたー！よいしょー！オッケー！さあ、ゾーマに会えるのか。ゾーマは呪文主体の相手だから、嘆きの亡霊が輝くんじゃないか。ちょっと待って、聞いてないぞ、俺は。ゾーマの発言、こんなの聞いてないぞ。何しに来たんだよ。やべえって。地獄の帝王、エスタークって言ってるぞ、おい。おい、赤目で来ちまったよ。おい、どうすんだよ、これ。やべえのが来ちまった。ゾーマなんかよりも。やばいなぁ。とりあえず、一旦目に風のマントを張るか。これは鉄則ですね。エスタークもね、確定防御可能なんで。ただ、問題は枯れ下りか、お前ら。さあ、エスターク。帝王の結構。もうこんなのんく、嘆きの亡霊ですよ、どうせ。ほら、危ないなぁ。余計やんでぇ。防いどるもう。まだ嘆きの亡霊とか白ギスとかも飛んでくからな。恐ろしいわ。恐ろしすぎる。さあ、どんだけダメージが出せるかだね。呪いのランブ行くぞ。行け！
頑張れ。まあ279も出るんだったら結構出てる方じゃないかい。毒爆弾か。どんだけ出んだ爆発ブレス。はい、よいしょ。まあまあのダメージでんな。219か。まあ、バギマしかないわな。200強かな。あ、意外と出る。意外と威力が高い。いいぞ。さあ、問題2ターン目からだよ。マヘドナーともかく、地獄の豪華来たらやべえな、これ。全員炎で燃えちゃう。全員炎で燃えちゃう。わー、来た、オッケー。ナイス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 、いいよいいよ、ナイス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 、いい回心だ。よし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 、いいよ。引っかきでどんだけ出るか。よいしょ、外れたわ。おー、マヤドに逃げてくれたのはありがたいねー。氷呪文は全然大丈夫。全然大丈夫。はい、大丈夫。はい、84いる。オッケーオッケー。とりあえず4ターン目までに、できれば仕留めてしまいたいですね。あー、ただ、風のマント使った関係上、そうはいかねえかもしんねえな。ここでね、帝王の一撃を引くと、えらい目になります。多分、帝王の一撃飛ぶのは、城の騎士です。白い騎士が避けるモンスターかっていうと、まあそうでもないので、いくらね、打撃小体制やってもな、波動で来てくれたのはありがたい。波動はありがたい。その波動はありがたいね。これ、ボーダー乗るか？とどめの。さっきの引っ掛け攻撃がさ、あったー！出たー！これはいける、これはいけるぞ。集中や。院長たち集中するんや。いける。ゆっくりと、腐った死体が、MVP を取っていく！あ！待って！でもこれ、嘆きのボール飛んだらまずいんじゃね？え、嘆きのボールで食らったらやばくね？うわぁ !799！ あ、でも、受かる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 。受かる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 、大丈夫大丈夫、避けたー、よかったー、避けてくれたわ。よっしゃ、よくやったゾンビ軍団。嘆きの森院長のゾンビ軍団、よくやってくれましたわ、そりゃ。よし、いや、腐った死体マジでイケメン。腐った死体ってこんなに強かったっけなぁ。よっしゃ、行くぜみんな、行け、ライアン率いるおっさんたち、行け。エスタークに勝った。これ帝王の地獄の動画とかさ、あの悪い行動を引かなかったからよかったけどさ、本当によかったね。君たちいい行動を引き続けた、それだけなんだよ。50%、 5割で負ける、負ける、これ多分決勝だぞ。見つけ、ああ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 、いや、あのままじゃ終われないな。地獄の帝王エスタークは、あの、まあ確かに強い部類ではあった。でもやっぱりさ、エイト出身のさ、嘆きの亡霊じゃん。暗黒神に挑んでみようよ。というわけでやってまいりました。ラプソーンでございます。嘆きの亡霊がいるからね。でもこっちには。割と戦いんじゃねえかな。思ってた以上に頑張ってんのは、今回、腐った死体なんだよね。モンスターマスター称号でね、まあ、様々な能力が上がってるんですけども、その腐った死体がね、回心率が、引っかきで回心率がめちゃくちゃ高い。そんな高くはないんだけどね、まあ。称号で上がってる感は否めないんだけど、でもそれでもやっぱ門末称号は偉大だね。さあ、引っかき、よいしょ、いい火力も出るしね、そこなりに。ここ、隕石落としか。
まあまあまあ、みんな打撃にはそこそこ硬いから。おい、うおお、腐った死体って受けるモンスターやったっけ。腐った死体って受けるモンスターやったっけ。なんかさ、さっきからちょこちょこ受けてるよね、君。さっきからちょこちょこ受けてるよね。腐った死体って受けるモンスターだったっけ。嘘、白浮き士の方が受けるイメージあるけど。かなりね、被害を警備に抑えましたね。さあ、このターンはサイコキャノンか、凍てつく波動。サイコキャノンが飛んでくる。まあ、城の騎士じゃないかな、飛ぶのは。よいしょー、大丈夫。オッケー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 。麻痺にもなってないなら大丈夫だ。どっちかといえば不安視してんのは火力の方か。どうしても嘆きの亡霊って立ってるだけの存在になりやすいから、あの大魔王戦でこういう相手は賢さ高いからな、バギーは通らねえんだよ。いいねー、いいダメージ出てるよ。さあ院長先生、お前ら修道院からやってきた。お前らじゃねえ、マイアレだ。おいしょー、いいね、いい回心率、いい回心率、本当に本当にいい回心率だ。4ターン目までに勇気を貯め切れば勝ちだから、ほぼほぼ。これはいけるね、白目はいけるね。うん、白目は大したことねえな。やはり赤目か、鬼門は。おっと、メラゾーマが飛んできたよ。腐った死体と白の騎士が燃えますね。なぎの亡霊が抑えてくれます、でも。せーの、ドン！あー、オッケー！受かってる受かってる、大丈夫大丈夫。大丈夫、いける。SP なしでいける、これは。これは SP なしでいった。だって勇気溜まりましたもん。負け筋は、まさかと思いますけど、ドルモアで吹き飛ぶことです。ない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 、ありえない。あ、魂なら読む読む、絶対大丈夫だわ。はい、ミスですね。全員ミスです。ありがとうございます。まあ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 。まあ、白目はね、まあ、突破して叱るべきという感じでしょうかね。順当です。さあ、ヤンガする、烈風獣人さんで、とどめと。オッケー。さあ、行こう。何度も自分が生放送や動画で苦戦している赤目ラプゾーンに望んでた戦いはまさにこれだ。いや、まさに望んでたよ、この戦いを、俺は。さあ、行こう。動画でも生放送でも苦戦した暗黒神ラプゾーン、それをね、マイエラ修道院のね、方々たちがて、倒す美しい動画にしてやろうや。勝てんのかな、これ。白目と違って、暗黒の魂なんていうふざけた技は打ってこないので、あと、輝く息がまずいよね、絶対に。輝く息まずいなぁ。そうだなぁ、輝く息はね、暗黒含んでないんですよ。むしろ含んでるのは光なんですよ。あ、でもダウンウォール入ったのはでかくないか？ダウンウォール入るのはでかい、でかい、でかい、でかい。サイコストーム一発目、白浮き士351に抑えた。よし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 、ダウンウォールが効いてるよ、今のは。二発目 !489! まあ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 。麻痺は嫌だね。火力弾なんだよな、こいつら。輝く息引かんなかったわけ、まあ、マシと思うか。さあ、頑張ってくれ。今日の MVP になる可能性がある。腐った死体。301出てる。SP は何を使うかって、多分ね、天使の歌か攻撃系 SP の二択になりそうだな、これは。流星群、空の彼方から流星群、来た！うわぁ、避けた！避けた、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 避けた。なんとかなってんな、今のところ。どうする、どうしよう。流星群の火だめはそんなになかったけど、迷うなー、すごい。こ
これマインドブレイクでちょっとね入れておきたいな。ダウンウォール、次の行動がやばいのよ。輝く息されたらみんな溶ける、もしかして。いやでも氷には強い、光にはみんな弱いな。でもそうなんだよな。ワンちゃん止め、止めない。ダウンウォール入れたい。じゃあマインドブレイク、精神攻撃実行、オッケー。でかいよそれ、それでかい、それでかい、それでかい。メラゾーマ、ナイス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 です。多分腐った死体と白い騎士は燃えるけど、ダウンウォールのおかげで多分受かる。これは受かります。うわー、受かった、ギリギリおっと危ない。これはマリネル、このターンって波動がドルモアなんですよ。ドルモアはいくら院長がいても82は無理だからね。ここドルモアだね。いやードルモアか。これ5ターン目にかかったぞ。これ5ターン目に全てがかかってると言っても過言ではないな。31に抑えた院長は偉い。さあ5ターン目の行動を説明しましょう。流星群か、凍てつく波動です。こいつはゾンビなんで、基本的に行動は遅いんですよ。なんで、先手凍てつく波動をされる可能性も全然ある。あ、ダメ、ヒャド。ちょ待って、とどめボタンも怪しいぞ、こんなことしてると。大丈夫か ?213 出てる。それなら、奇跡の逆転、奇跡の魔法もあるんだよ。あんまり早く動きすぎると凍てつく波動で詰むぞ。あ、やばい、これ凍てつく波動されたら負ける。その負け方、しかもめっちゃ見てきてる。え、流星群か凍てつく波動です。これ凍てつく波動されたら負ける。流星群か凍てつく波動です。これ凍てつく波動されたら負ける。あーあ、音、相手の攻撃、うわあ俺たちの望みが、お前ら修道院の望みが、うわあお前らは、お前ら修道院頑張ったよ。